ケイタさん、ハートありがとう。トンちゃん、お疲れありがとう。今日は北国さん、ありがとう。こちらこそ、ありがとう。そう、前髪パッツンにしたらね、そう、雰囲気変わるの。でも、あの、どのメイクさんにも、前髪パッツンの方が好きかもって言われる。そう、新鮮だからっていうのもあるかもしれんけど、どのメイクさんにも、こっちの方が好きって言われる。みんなどっち？マキマキマキさん、雪ありがとう。みきお先生、ハートありがとう。オルチさん、アイラブありがとう。あ、珍しいじゃろ。みきお先生、ハートありがとう。なおさん、かわいいありがとう。まゆさん、ハートありがとう。配信見てました、ありがとう。なおさん、雪ありがとう。緊張した、マジで。寒かった。山地さん、雪ありがとう。一日は綺麗だった。やったー。わいわい。首が。ヤマジンさん、アイラブユーありがとう。アテューさん、アイラブユーありがとう。リュウヤ、アイラブユーありがとう。透明感で甘い声で渡らせばし、びっくりですごく。びっくりじゃない、ぴったり。嬉しい。あっち系の曲が合うんだなと思った。あの、変わらないものとかも含めて。ハンチャーさん、ハートありがとう。リュウヤ、アイラブユーありがとう。エチパパさん、結婚してありがとう。嫌なわけじゃないとかね。ヤマジンさん、ハートありがとう。心配取りました。ね。なるべくなんかさ、全部のカメラ 見るように頑張った。こうやって。あ、セポモチさん、アイラブユーありがとう。アミメサイケセさん、結婚してありがとう。嫌だけど、帰っとくね。モリモリさん、かわいい。ありがとう。カンチャさん、アイラブユーありがとう。アツシさん、誰もありがとう。確かに、いつもより綺麗め。やったあ、確かに。正統派の感じするかも。シンさん、誰もありがとう。メールいいです？本当嬉しい。褒めの方。イシリザルさん、ハートありがとう。サイさん、ありがとう。マヨさん、アイラブユーありがとう。ミラクバリね、緊張したかも。焼きもうまかった。いいなぁ。向けて幸せ、見に行けて幸せ。こちらこそ、渡せばさ、泣いた。嬉しい。オノピーさん、ハートありがとう。クヨシズキさん、雪ありがとう。アトクさん、雪ありがとう。あの、次、クリスマスなんですけど、どうですか面白くない？23、24、25全部あるよ。全部くるくるに会えるチャンスがあるよ。23、24、25。あとくさん、雪ありがとう。オノピーさん、ハートありがとう。安部さん、結婚してありがとう。嫌だけど帰っとくね。まさかずさん、ハートありがとう。ゴンジーさん、ハートありがとう。かやまっちさん、雪ありがとう。てか、花も届いてた。見た。くるくる持って帰ってよ、花。どんどん無事さんになってく。よっちさん、雪ありがとう。シルザーさん、雪ありがとう。野生の銀河猫さん、ハートありがとう。オノピーさん、結婚してありがとう。嫌だけど帰ってくね。トンちゃんさん、雪ありがとう。前髪固めてる。あ、でも、動く程度。マサオ、ハートありがとう。シンさん、花ありがとう。あ、艶がある歌声でございます。ありがとう、優しい。マサオ、ハートありがとう。寒かった。シンヤさん、雪、ありがとう。ドキッとした？でも、あそこは好きだった。何度も悩んだわ。アストラロピテクス13世、雪ありがとう。坪祐介さん、ハートありがとう。荒井さん、雪ありがとう。山さん、可愛い結婚してありがとう。嫌だけど、入っとくね。三日の月、暑いよね。暮らせないこと分かってたの。あそこ好き。リメロ。和弘さん、雪ありがとう。何度も悩んだ。エルランガさん、ハートありがとう。アストロピテクス、ジェスさん、誰もありがとう。できない。こんばんは。ヤマさん、スノードームありがとう。サイノギンガさん、ハートありがとう。カズヒロさん、ありがとう。ヤマさん、ハートありがとう。アゴネシさん、ハートありがとう。隊長さん、雪ありがとう。仕事しながら見てた。ありがとう。花のメッセージ届いたよ。遠泊できれば見に来て、見に来てほしい。比較的今までに比べたら見に来やすいタイミングではあるのかもしれない。そのライブの次の日とかだから、急にこれだけのために広島っていうのもちょっとあれだ方もライブ見て次の日もぐらいだったら結構来れそうかも。わかんないけど。イノセンスさん、雪ありがとう。見てくれてる、ありがとう。あ、ゆきさん、ありがとう。ハート、ありがとう。さあ、サーヤさん、
X に投稿してなかったのに。ちょっとね、もうチキッタサーヤンさんの、いや、なんか文章を考えるところまで行ったんだけど、いや、なんか出しゃばっちゃダメだって思って、でちょっとなんかチキっちゃった。サーヤンさんハッピーバースデーだからメールで送った。コーラさんハートありがとう。スジローさんだるまありがとう。アンさんだるまありがとう。小山内さんスノードームありがとう。こうちゃんくまありがとう。きなこさんハートありがとう。で、愛はガツイ曲ひろくさんハートありがとう。感想でリコーダーやばいやばいやばい、シュールだよね。 MV も山さんゆきありがとう。2番の後の盛り上がるところだね。確かに声がよく通ってた。え、もうあそこもうめっちゃ一番こう感情入れたというか、もうこううって出した。山さんくまありがとう。熊谷さんゆきありがとう。大好きな曲だからクロちゃんが歌ってくれて余計に心しめた。ありがとう。ちらっと見ててやっぱりクークの声いいなと思って、嬉しい。竹まつるさん雪ありがとう。天使の絵の具さんハートありがとう。マスタカさんかわいい弟ありがとう。アキラさんハートありがとう。チキリすぎマジでクルクルチキリだから、チキリだから。S のアンペアさんクマありがとう。ヤマピーさんスノードームありがとう。あ、25行く待ってる。ヤマピーユキありがとう。どっち切った、期待してた、切ったよ。ユキさんかわいいありがとう。ヤンヤンルームでみんな待ってた。え、見たよ、くるくる見てたけどコメント出せなかった。あの52歳のとこ見た。52 楽しそうなくる姉さんのかわいいしのせようとしてる。え、見たいかも。見たい。一生懸命寝たところがニヤ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 してるところが笑顔のところ迷ってる。え、全部かわいい。じゃ全部待ってる。島次郎浩一さん花束ありがとう。正和さんだるまありがとう。カムカムさんかわいいありがとう。くるくる回って目が回る。あ、ジェス申し込んだありがとう。頑張る練習も。あれがただ見させてもらえるなんて感動です。え、本当ありがとう。他の奥さん初めて嬉しい。あ、雪が降ってる、ありがとう。ぜひまた見に来てください。ティガさんハートありがとう。うだいくんゆきありがとう。クリボーさんかわいいありがとう。福ちゃんサレモンスターありがとう。よさがたさんアイラブユーありがとう。福ちゃんサレモンスター、レモンスタータワーありがとう。福ちゃんさんレモンスタータワーありがとう。嬉しい嬉しい、福ちゃんさん、くるくるの歌に感動してくれた。毎回くるくるの歌は大丈夫だったかな福ちゃんさんと思うよ。ありがとう、またお礼します。ありがとう、レモンスターと今日の放課後奥さんにチラシくれてありがとう。コート着て2列目の真ん中へ。こちらこそありがとう。あの話した子だよね、奇跡の奇跡の子、奇跡の子ありがとう。嬉しい、こちらこそ運命感じちゃったわ。くるくるの笑顔めちゃくちゃかかった。やったん。ひさまるさん雪ありがとう。毎月月曜日、毎月毎回月曜日なの、ありがとう。確かにね、月曜日だ。もうなんか週の始まりってことかな、多分いたのみたいよ。でもくるくる結構会場見渡して頑張ってた。本当によかった、ありがとう。優しい。ご自身、ズボツサイズかわいかった。吉住さん、雪ありがとう。てるさん、ハートありがとう。634さん、ハートありがとう。焼きそばさん、ハートありがとう。さやまさん、選ぶありがとう。あつよさん、ハートありがとう。花だれの MC のさやさんのつかみに、あって焦るくるくるが聞いとるって。え、見た、くるくる、あんなにはっきり、あって言ってると思ってなくてさ、ちょっと面白かった。ココアさんのこと好きだもんね。はい、あ、あ、今日のストーリープレイリストに追加した。え、嬉しい。全部いい曲だよね。くるくる長い間好きだった。長い間待たせてごめん。坪井ゆうすけさん、I love you ありがとう。くるくるの歌声神よ、ありがとう。神、神ですって。奇跡の偶然の話をしたいなんです。え、そう、本当にすごいよ。でもそれは運命だよ。くるくるちゃん今日楽しかった。またニコニコしてました。
たくさんニコニコ、そうニコニコしてた、あいな曲の曲の間こちらこそありがとう来てくださって、ていうかくるくるさ鼻赤くなかった、めっちゃだったんだけど鼻、なんか鼻赤いと思ってめちゃくちゃ緊張した。いやするよね、緊張するよね。あいかさんハートありがとう。大阪の広瀬奈々さん結婚してありがとう。嫌だけど帰っとくね。2日の公演も見送りで行けたら行きますって言ったので初めて行きました。え見えたよ、ありがとう。こちらこそ嬉しかった来てくれて、てか1回目よりもう来てくださる人も増えててすごく嬉しかったですね。レンタルキャットさん花束ありがとう。くるくるも見てから MC 見直したら出張りすぎたので X でツイートしたい。さすがにあれ面白かったよね。リュウヤハートありがとう。結構デカめの声でね入っとった、あってセルさん雪ありがとう。ねえ大きく見えたよね、くるくるシワじゃあね思った、なんか今回のシワじゃあねみんな小さくてくるくる以外もさすがに 2.5 キロと思いました。え優しい、初コメありがとう。ぜひフォローお願いします。高尾さん、笠野陽子さん、I love you ありがとう。熊野美奈さん、ハートありがとう。中村さん、レインボースターありがとう。えサヤさんのツイート後悔するかな、君は何を後悔するのかって感じかな。黒くんがすごい可愛いなとすごい思って、え好きになってもいいんちゃう、いいんちゃういいんちゃうね。25日ね、クリスマスソング、クリスマスソングかな、何があるクリスマスの曲、80年代90年代で、あれはドゥ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 、勇気と愛が世界を救う、絶対いつか出会えるはずなの、沈む夕日にだっけ。学校帰りに直だったから制服だった、あそうだった、コートを置いて制服だったね。寒かったよね多分、12月25日も結構寒いからみんな気をつけてし、可愛かった。メロンパンさんハートありがとう。大阪の広瀬大さんハートありがとう。あ、恋人がサンタクロース。タタタ、あ、今週の僕と見に行け。ありがとう。嬉しい。待ってるね。ありがとう。あ、クリスマスキャロルが。トゥ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 。まだね、ストーリー来てないから、多分決まってないのかな。雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろう、あララララブソング、あ好き、ララララララブソング、ハッピークリスマス、わかんないな、クリスマスイブどんな曲だっけ山下さん、うん、小山町さん I love you ありがとう。あサイレントイブ好き、難しいの絶対好き、あゲレンデが解けるほど恋したい、どんなんだっけ、知ってるよ知ってる知ってる、ぶーちゃんゆきありがとう。お今日の放課後コンサート見ました、先週出たおめでとう、ほこりしました、え嬉しい嬉しい嬉しい、先週出たい、だとありがとう。確かに地上も寒いか、地上の方が寒いか。23クリコン研究生クリコン、24日チャットリー、25放課後音楽祭、えそうだよ、一番 2.5 期有益なクリスマス期間そうだよ、全部会えるんだよ。あっ、これコメント読むの遅いか、マンパさん I love you ありがとう。時代は違うけどさ、トゥ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 、あのクリスマスソングも歌いたい、クリモッチ一緒に一緒に過ごそうみんなで、フマーソンさんの選曲、え好きだった、長く甘い口づけを交わす、好き、
深く果てしなくあなたを知りたい。オーリンラブくるくるのくるくる一人でカラオケ行った時に歌う。人と行ったらなんか歌えないけど恥ずかしくて一人で歌う。キャシャンさんハートありがとう。おかゆさんゆきありがとう。インジさんハートありがとう。ナラニさんかわいいありがとう。ゆきさんかわいいありがとう。ねえ、接吻懐かしいよね。接吻は昔の箱。あ、やっぱいい好き。私もオリジナルラブさんの接吻。ナラニさんゆきありがとう。ホマーソーさんボーカル変わった。え、そうなの、知らなかった。あ、美声だって優しいんだけど。ミカがくるくる見に行ったら彼女にバレるよもう知ってるよとか言っちゃって。母さんハートありがとう。くるくるが歌うとめっちゃかわいい。ほんと確かにエモくはない。長く母さんハートありがとう。口づけを交わすおじさんマスターさん行きありがとう。深く果てしなくあなたを追いついた。知りたいフォーリンラブ。25日も現地行こうと思います。お、嬉しい。待っている待っているぜ待っているぜ。うだいくんゆきありがとう。ここの時間今夜はくるくるちゃんと可愛い。いつもなんでだろう。なんか暑い。新しい歌詞めちゃくちゃ。え、歌うやつうまい。嬉しい。下手だよくるくるは。でもいい曲。新しい場所で見る夕日をあなたはとても好きだったわ。うん、ホマソさん雰囲気のあるいい曲で出してくる。わかる。結構クルクル好きな曲多い。ワリガルさん I love you ありがとう。サンタが街にやってくるくる。どんな曲だっけ。やってくるくるは嘘だよ。やってくる。どんな曲だっけ。あっくんハートありがとう。おじさんめっちゃいいよね。もうめっちゃわかる。あそこすごく好き。くるくる天使が迷われてるな。歌声めっちゃ褒めてくれるやん。ダマつけてる。石井さん雪ありがとう。和井さんだるまありがとう。ね、クリスマス先取りぽいでしょ。津波さん頑張った。ありがとう。ありがとうもありがとう。歌ってほしい曲いっぱいある。え、ぜひよかったらメール返信とかで、ね、教えてくれたら、なんかリクエスト、自分のこの楽曲やりたいですみたいなリクエストは送れるから、言ってくれたらちょっとお願いしてみるので、ぜひあのくるくるの歌ってほしい曲があったらぜひ。え、くるくるの歌声って小沢桃子ちゃんっぽさがある。ほ本当ですか。そんな本当ですか。あんなもう素朴な可愛い声じゃない。公演も行けないけど福岡会いに行く。待ってるね福岡。ありがとう。最近お見送りとかでも初めましての方とかが福岡行きますとか言ってくださって嬉しい。ケンタッキーの CM の曲サンタが、あ、クリスマスが今年もやってくるじゃない。石原さんハートありがとう。白熊白熊さん疲れありがとう。あっくんハートありがとう。今日 LL 行けなくて涙目になってます。ぜひ配信見てね。ありがとう。されてもいいよね。こうもいいんじゃん。愛は勝つはリクエストしようかと思ったけどそれに入れてくれて嬉しかった。え、そうなんよ。今日はなんかさ、ちょっと24時間テレビを感じるストーリーだったよね。その後半、愛は勝つとか負けないでとか素敵なホリデー。え、なんかわかる気がする。歌詞教えてほしい。今日もよくだったので行ってよかった。25も行きたくなりました。ありがとう。嬉しい。ぜひ25もクリスマス一緒に過ごそう。だってイブ、イブイブイブ当日よ。一緒に過ごせ る, ごせる。メールで送ってみる。え、待ってる。
あ、合ってた。クリスマス今年もニヤニヤくるねニヤニヤくるね待って見に行くわ。ニヤニヤやばい。ニヤ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 してた。サライ最後はサライかもしれん。え、前から思ってたけど、もしくるくるとカラオケ行ったらめっちゃ楽しい。え、楽しいよ。何でも歌っちゃう。きっと楽しい。大阪の広瀬です。よさん、ハートありがとう。プリプリの M を凍らせてたら、あ、どんなんだっけ。いつも一緒にじゃなくて、言いたかったじゃなくて M。お母さん、あ、違う、お父さんの箱。お父さんの箱、M。プリンセス、プリンセス。あわてんぼのサンタクロースとかやるの？あわてんぼのサンタクロース。クリスマス前にやってきた。急いでリンリンリン。ドヤさん、雪ありがとう。仕事で福岡に行けなくなったからこれ。行けなくなったの？悲しい。会いたかった。え、あ、さっきの。トナカイのやつありがとう。トイさん、トナカイ、トナカイ、トナカイをサンタを連れたトナカイタワーありがとう。嬉しい。トイさん、でも悲しい。嬉しいけど悲しい。お話し会来らなくなっちゃった。頑張ってる仕事。あ、てか昨日シェルター撮ったんだけど、あのドゥームズデイのめっちゃ良かった。あのユーカって書いてあったの、色変えてすごかった。ありがとう、トイさん。天才、天才、ありがとう、トイさんです。ありがとう、ラブ。てかさ、くるくるメイク変えたよ、ちょっと目の、あ、合ってる。いつも一緒にいたかった。竹松さん、雪ありがとう。お父さんのお箱。ケンさん、雪ありがとう。あ、アイラブユーありがとう。アルミカさん、雪ありがとう。僕も M です。いや、隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに、心まで立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れた。歌詞やってるか分からん。つもりでいたのに、どうしてそんなに、こんなにか、涙が出るのも、ドド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 ド。帰り道ふざけて歩いた、わけもなく君を怒らせた。いろんな君の顔を見たかったんだ。鶴野武さんがカバーしても、え、そうだった、そうだった。なんだっけ。帰り、奈良先生さん、ハートありがとう。福岡のリアルくるくるで行きます。え、嬉しいんだけど。簡単に伝えた、やった、待ってる。嬉しい、めっちゃ嬉しい。変わらないもの探していた、あの日の君を忘れはしない、時を超えてく思いがある。僕は今すぐ君に会いたい。奈良先生さん、かわいい、ありがとう。くるくの音楽データベースが膨大。え、そう、いっぱい。もうでも最近音楽番組あんま見れてないから減ってるの。風友さん、くま、ありがとう。あくん、ハート、ありがとう。なんかさ、アップルミュージックであるよね、あるじゃん、機能が。この1年で何曲聴いたか、何時間聴いたかみたいな。えいちゃん、ゆき、ありがとう。去年から減ってた。くるくの年齢が本当に18歳か不安になる。それは分かんない、実は違うかもしれない。ヤマピー入れました、ありがとう。にゃんきちさん、ゆきだるま、ありがとう。
活力が1年早いね。中目くんなかったさん、雪ありがとう。水色かわいい。じゃろ？ヤンキチさん、雪ありがとう。今日初めて生の歌声聞いてもっと好きました。え、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しい、ハッピー。ジュリさんいろいろフォローしちゃった。え、わかる。ジュリさんめっちゃ良かった。しかもなんか仲良くなれそうなキャラクターしてた。お父さんとデュエットしたい。いいいいよ。あ、コメント見れなくなっちゃった。バイクルクル私差別あるかもしれないよ。ガッキーの赤い糸って曲めちゃくちゃいいから聞いて、え、聞いてみる。ガッキー、荒垣結衣さん、荒垣結衣さん、コードブルーでもめっちゃ見てるよ。やばい、撮りたいコンタクト。これ撮ったらやばい、怖い。これ撮ったら怖いか、やめとこ。ゆうさん誰もありがとう。 MC も上手だったね。思った、アイナチェンドさんみたい。クルクルたちも言ってた。マスタカさん雪ありがとう。ミスターさんクマありがとう。配信撮る人いる。コンタクトとかもう外すの苦手なんだよね。くるくる自身が怖いだけ。いや、それはある正直問題。ちょっと前まで15分かかってたから撮るのに。え、毎日メール癒され、ありがとう癒され。こちらこそありがとう、ありがとう、頑張ってる。撮る2秒前ぐらい結構攻めてたよね。変な顔なる。でも外したコンタクトください。使えないけど使えないけど慣れか。もういっぱい取らんといて。放課後奥さん伝えたことありすぎて福岡リアルで伝えきる自信ない。じゃあクルクルも早くて頑張る。クルクルもデモさんクマありがとう。半日くらいつけてる。え、そう、あ、話したいこと思い出した。話したいこと、なんかさ、なんかめっちゃなんか言いにくい、なんか言いにくいけど、なんか難しいな、難しかった。変な顔したくないでやつ普通にかる。え、ほんまに言ってる。目玉のやつ出して、片手取れ、取れない。もうこうやってやらないと取れない。ひなごん、I love you、 ありがとう。え、そう、今日、あ、賛否両論ありそうなこと、いや、全然全然、あの学校の話、普通学校の話。え、ノアピさんが、あ、まあ、ノアピじゃないじゃんノアピじゃなかった、ノアピじゃなかった。片手無理。結婚発表しないしない。余裕屋の皆さん、ハートありがとう。その学校の授業でなんか色について習って、なんか光と色について習って、なんか青、違う、人間の目は紫が見にくい、紫が人間の目にとって見にくい色で、赤の方が見やすい色らしくて、でも紫と青だと人間の目は、紫は認識しにくくて青の方が認識しやすいから青だと思っちゃうんだって。その同じような似たような色だったら青だと思っちゃうんだって、人間の目が。で、赤とオレンジ、赤とオレンジだったら人間はオレンジの方で見ちゃう、似たような色があったら、なんか赤とオレンジ似たような色だったらオレンジに見えちゃうらしいの。だから、そう、ペンライトカラーで、うわ、なんかそういうことかってなって、ペンライトカラー青に見えるの、くるくるの紫は。だからかって思っても、今日めっちゃ納得して、なんかすごいすっきりしたの。あ、光の波長の話、そう、
紫が波長がこうヒューッと方で、赤がこう波長が短いだけど、そういうことなんだと思った。チップさん、クマありがとう。色管理です。ウケる。チップさん、クマありがとう。ユウさん、ペンライトありがとう。石田さん、ハートありがとう。で、人間、本当は、なんかこの世には、その先生がね、本当はこの世には白なんて存在しないんだみたいな言い出して、え、でもなんかさ、白は100色あるねみたいな言ってる人もいるやん。ユウさん、ペンライトありがとう。ちっちゃするとよく太陽が紫に、え、見える。それはなんで？それは分からん。それはなんでじゃん。大丈夫。で、なんかその白は本当なくて、あの白がなんか反射した虹、本当は虹色なんだって。で、虹色、反射した虹色の色が人間の頭と目では処理しきれんで、うわーってなって白に見えるらしい。だからパニックになってる状態、頭が真っ白になるっていうのも、なんかそういうなんかかかってるんじゃないかみたいなこと言ってた。でらしい。え、そう、黒は全部その色を全部吸収した結果が、色を全部吸収してるから、いろんな色が混ざって黒、黒になってる。で、これはこれ、人間がこのこれを青色に見えてるのは、このなんか青だけを吸収するように作られてるから、みたいな、作られてるというか、そういう性質だからって。え、全然くるくる理解できなくて、もう本当にどういうことじゃ、え、白がないってな、え、もう怖いんだけど、もうこの世界が怖くなってきた普通に。なんで、え、そう、白の本当にある虹色、え、そうなの、なんかして、面白いね、面白いね。そう、理科の授業、そう、理科の授業始まってる。天才でしょ。もうなんかすごい、普通寝るんだけど、授業とか眠すぎて、普通寝るっていうか、もうなっちゃうんだけど、もう面白すぎてずっと聞いてた、こうやって。そう、全部色つけると白になるから、ペラッと白が電池を、え、そうそうそう、そういうこと、多分。どういうこと、頭がこうなっちゃう、え、だよね、分かんないよね。そう、反射してる。そう、まさかさん、リモスターありがとう。虹、で、虹も、虹はなんとかかんとかみたいな、虹はなんとかかんとか、少しの日が来るか、かわいい。ありがとう。で、空が青い理由も教えてもらった。空はなんで青いのって子供に聞かれたら答えれる、私はもう今。空が青い理由は、太陽から出た光が、太陽から出た光は白に見え、人間にとって白に見えてるけど、本当はに虹色、何色も色があって、7原色ぐらい、いろんな色があるけど、その中で水色だけが、水色っていうか青だけが、こう空中の、あ、分かった、青はこの波が短い、この波がこう、こういうのが短い、赤はこういう感じだけど、そう、波長、それ、波長が短いから空中にある何かにこう当たりやすいじゃん、この分、ここにあったらこうやって当たる。でもこうやっていっぱいだとこうやって当たらんじゃん。で、これ当たるから反射して、反射青、反射青、反射青だって。太陽の、あ、で、夕焼けが、夕焼けもその原理でみたいな。もうすごい、もうなんかもう感動した、その話を聞いて、すごいと。乱反射みたいな。
え、天才だよね普通に。で人間は分かった、ま、人間は屈折した光が見えないから、水にさ、水の中のものってさ、あれ足を水の中につけたら足が短く見えるやん。それはその屈折してるからで、人間の目はそれがわからないから、人間の目ではね、曲がってるとか、だからこう直線に物が来てるように見える、水の中にいるけど、こうなってるんじゃなくてこうなってるように見えるから、それもあって空は青いみたいな、反射、空で青色が反射して、それが説明すごいよ先生、面白かったね、え先生、いい先生、もう感動した、くるくるは単純に短足だからそう見えるかとそうだよ、そうじゃないんで、目が錯覚してるだけだよ。エースのペアさん、ハートありがとう。そう、ちょっと寝滑りしちゃった、先生見てる、本当気象予報士やばい、めっちゃ勉強せんといけんやろ、多分くるくるも近く見えてる、そう多分くるくるも屈折して見えてる、みんな屈折してるから、くるくるは空中に、空中で人間目がくるくる返すの分かるだよね。3期生どれぐらい教えて教えちゃおうかな、人生潤うよね、なんかそういうの習うと楽しくなる、なんか生きるのが、なるほどねみたいな、そういうことかみたいな、今見てるクルクルは幻かもしれない、そう実際クルから身長160センチあるかもしれない、なんかこれを聞いたみんな子供になんで空って青いのって聞かれたら答えてください、ペラトリも屈折お願いします、クルクルの回数わかる？たーん、やったやったーん、先発さんハートありがとう、人間の目はポンコツなんだよって言ってた。うだいくんハートありがとう、それではスクショタイム、事故、交通事故とかピンチの時、脳が情報処理スピードを上げるためにいろんな情報を残して景色を白くなる、え、そうなんだ、え、だからさ、実際さ、この世界は白黒なんじゃない、本当は、そういうこと違う本当はもうこの世界は白黒の世界、違うか、幻を好きになってしまったのか、ここにいるよ屈折ポーズ、屈折、ここで屈折してます、くるくるで、先生と呼ばせてください、もちろんです待って、コメントしてみやっちゃった、ね、ペンライトが赤の方が目立つのはただ明るいからとか、なんかすごい情熱的な色だからじゃなくて、目が見やすい、目の色が見やすいってことだったんだ、タラバガニさん雪ありがとう、昨日赤だから明日黄色の服着たら信号機信号機になっちゃうかな、くるくる髪を結ぶポーズ、なんか最近変なコメント多くない、服透けてほしいの、変だな、
大丈夫かな。にゃんきちさんハートありがとう。次のシングル決まった。 白黒の世界頑張るポーズ。長い久しぶり見たら可愛い、嬉しい。ぴょんぴょんハートありがとう。会いた待たせてごめん。海の色気決めたの。あ、おいしそう。面白いな。色白に見えたかったら肌の屈折率を変えた。変えれる？変えれたら面白いけど。屈折率の話もしてたわ。今日のクロス色っぽい。勉強だった。あ、よかった。可愛かった、ありがとう。面白い授業。そう、考えるの好き。でもネガになるけど、ポーズもうないけど。え、痩せた？嬉しい。今日ノアピのポテロングもらった。25ポーズ。え、25歳ってことサーヤさんってこと。25日。理科は好きじゃないかも。でも好きじゃないというか得意じゃない。え、細くなった、ありがとう。福岡ツーショットのポーズ、あ、考えておきます。頑張る。ほゆさんハートありがとう。あ、55分やばい。それでは壇上読みます。13位、マスタカさんありがとう。12位、にゃんきちさんありがとう。11位、竹まつるさんありがとう。10位、こうちゃんさんありがとう。9位、エースのワンペアさんありがとう。8位、ヤマピーありがとう。7位、ヤマさんありがとう。6位、小山っちさんありがとう。5位、ヨッシーゾンビさんありがとう。4位、ツナマヨさんありがとう。3位、中村さんありがとう。2位、福士ちゃんさんありがとう。福士ちゃんさん、レインボースタータワーありがとう。嬉しかったよ。福士ちゃんさんありがとう、ありがとう。そして1位はドゥルル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 パーン、トーイさんありがとう。トーイさんありがとう。タワーもありがとう。あのトナカイタワーありがとう。嬉しい。またお礼します。福岡話せないの悲しいけど、また話せるの楽しみにしてます。皆さん、それでは今日も見てくださってありがとうございました。あの放課後音楽祭もありがとうございました。ぜひコメントお待ちしております。 X でのべちさん花束ありがとう。それではおやすみ。あ、再販の決済今日までです。お忘れなく。よろしくお願いします。おやすみ。